深夜の客。俺、夜のコンビニでバイトをしていた時、結構いろんなことがあったんだけど、やっぱり貞子が一番印象に残ってるな。貞子って言っても、例の映画のではなくて、店に来た女の客のあだ名なんだけど、俺たちが勝手につけたんだけどね。その貞子なんだけど、毎晩23時過ぎに来て、何一つ買い物もしないで、1時頃帰っていくんだ。決まっているのは、23時半。24時に、わざわざカウンターまで、時間を聞きに来ること。ただそれだけ。それ以外には、ずーっとうつむいて、ぶつぶつ言いながら、店の中をぐるぐる歩き回っているの。それだけでも、結構気持ち悪いでしょう。で、その貞子が問題を起こしたんだ。その日初めて、時間を聞く以外に、言葉を喋った。トイレを貸してくれませんかって。気持ち悪かったけど、今まで特に問題を起こしたことはなかったから、どうぞって貸したんだ。その後仕事が忙しくなって、貞子のことは忘れていたんだけど、他の客から、トイレで変な音してますよって言われて、あ、貞子がまだ入っているのかなと思いながら、すいません、すぐ確認します、と言ってトイレに向かった。トイレの前に行ってみると、中から、カン、ゴン、ドン、と変な音がしている。大丈夫ですか?と声をかけても返事はない。うめき声みたいなものも聞こえてくる。これはやばい。いいですか?開けますよ。って言って。ちょっと待っても返事がないから、鍵を使ってドアを開けた。中を覗いて腰が引けた。貞子が言葉にならない声を上げながら、自分で壁に頭を打ちつけていたんだ。もう顔は血だらけ。壁とかいろんなところに血がついてるんだ。よく見ると、白目向いてよだれ垂らして服もはだけてた。もう一人のバイトを呼んで、引きずり出して、大丈夫ですかって声をかけながらしばらく待つと、何事もなかったかのように貞子は帰っていった。店長に翌朝事情を説明すると、もし貞子がまた来たらシャッターを下ろせってことになった。もう閉店ですからと言って、シャッターを下ろせと。売り上げは落ちるけど、問題が起きるよりはいい。そう判断したんだな。次の日も、貞子は来た。怪我をしてるのに来た。他の客に謝りながら、一度店を出てもらい。貞子に、すいません。もう閉店なんですよ。すいません。って言いながらシャッターを下ろすと、
意外にもすんなりと帰っていった。一週間くらい続けたら、貞子は来なくなったよ。結局あれは何だったんだろう。また別の店で同じことしてるのかな。電話の要件。 D 君と C ちゃんという兄弟がいました。ある日、お兄ちゃんの D 君に電話がかかってきました。その時は D 君が外出していたため C ちゃんが出ました。最初、その声を聞いた時、なぜかわかりませんが、とても違和感がありました。まるまるですが、D さんはいらっしゃいますでしょうか?というものでした。ただいま、兄は出かけていていません。電話口からよくよく聞いてみると音がする。小さい声だけど、何人かが必死に何かを言っているようだ。そうですか。では、日を改めてまた電話します。相手は、Cちゃんが応答する前に、すぐに電話を切ってしまいました。Cちゃんは帰ってきた D 君に、このことを話しました。〇〇?知らないな。勧誘か何かじゃないのか? D 君はこの話を気にも留めませんでした。一週間が経ち、C ちゃんもあの電話のことを忘れかけていた頃、また電話がかかってきました。ちょうどその時も D 君が外出していたため、C ちゃんが電話に出ました。バツバツですが、D さんはいらっしゃいますでしょうか?あの電話がまたかかってきました。すいません。兄は出かけていていません。どういったご用件でしょうか?電話口からは、前よりも他の音が大きく聞こえてくる。一体何と言っているんだろうか。そうですか。では、日を改めてまたお電話します。男は C ちゃんの返答を無視して、すぐに電話を切ってしまった。C ちゃんはこのことを D 君に話しました。怪しいな、そいつ。今度俺が出てガツンと言ってやるよ。しかし、それから一週間ごとに電話がかかってきましたが、必ず D 君がいない時にかかってきました。だんだんと、電話口の男の他の声ももう少しで何か言っているのが聞こえてくるまで声が大きくなってきました。その頃にはCちゃんはその電話が気味が悪くなってしまい、一人でいるときは電話には出ないようにしました。一週間おきにかかってくる電話。D 君は C ちゃんがあの電話に怯えているようなので、一週間どこにも出かけず、その電話に出ようと思いました。あくる日の夜、あの電話がかかってきました。電話に出たのは D 君でした。
C ちゃんは D 君の電話が終わるまで隣の部屋にいることにしました。最初は D 君の文句の声が隣の部屋まで聞こえていましたが、次第に声は小さくなり、隣の部屋ではもう聞こえないほどになりました。30分くらいでしょうか。D 君が部屋から出ました。電話は終わったよ。もうこの電話はかかっては来ないよ。C ちゃんはたまらず、D 君に何の電話だったのかと聞きました。D 君は顔面蒼白で、知らない方がいい。と言って、C ちゃんには教えてはくれません。C ちゃんは電話のことをどうしても知りたかったんですけど、D 君が何か辛そうだったんで、明日また聞いてみようと思いました。ですが、次の日の朝、D 君は心臓発作で亡くなっていました。C ちゃんはとても悲しくなりました。D 君は健康で、心臓発作で死ぬなんて考えられなかったんです。あの電話のせいで D 君は死んでしまったんでしょうか。一体どういう内容だったんでしょうか。それは D 君にしかわかりません。しかしもうあの電話がかかってくることはないでしょう。D 君がこの話は終わったと C ちゃんに言ったんですから。それだけは、C ちゃんはとても安心しました。D 君のお葬式が終わって、家に帰ってきた C ちゃん。電話が鳴っているようです。C ちゃんが電話に出ると、丸×ですが、C さんはいらっしゃいますでしょうか。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、午後からはきっといいことがパーッとね、パーッとその雲間から光がパーッと差すような感じでねと思います。そして今日のラッキーアイテムになります。ラッキーアイテムはポケットティッシュでございます。ポケットティッシュ。よくね、どうぞ、どうぞって言われる場合もありますし、まあ、当然ね、ご購入して持たれてる方もいらっしゃると思います。ポケットティッシュってね、意外とね、有用でございます。ぜひね、皆様の、なんて言うんでしょうね、お胸元、お膝元、違うな。皆様のお手を、胸ポケットのつもりで言おうと思ったんですけど、なんか、お胸元って言うとちょっと、あれですね。お膝元もちょっと最近ライザの太もも出ましたからちょっとあれですね。ということで皆さんのお手元にあなたもポケットティッシュということでお離れ込んでございます。またね。